こんにちは。今日は牛倉まんじゅうさんという台湾料理のお店です。かわいい。ちょっとやっぱ千と千尋っぽいな。お邪魔します。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。映えてますね。おばんざいみたいに作ってあるんだ。全部美味しそう。台湾は行ったことあります、仕事で。あそこはすごい忘れられないです。ちょっと哀愁ありません？迷い込んじゃったみたいな感じが。何ですかね、あの魅力。明るさと切なさが同居してる感じ。ドラマが台湾でも放送されてたりとかして、ファンの方もたくさんいてくださってるというのを聞きます。ありがとうございます。いただきます。なんかこのトレーが給食感あっていい。揚げパンだし。2回味が変わりました。クリームが来て、その後パクチーが来て、エビが来る最後。めっちゃ元気出ますね、これ。テストの日の朝とか食べたい。すごい頭回ると思います。お前が食べてみよう。揚げパンうまっ。揚げパンめっちゃヒット。この食感最高です。ありがとうございます。うわ、めっちゃ美味しそう。やばい、これペロッといっちゃうな。あれ嬉しいですね、3つ副菜があるっていうありがたさ。失恋した後でも美味しいやつですね。もう誰がどの状態で食べても美味しい味。本当に美味しい。